A. 彦山神宮は、福岡県田川郡添田町の彦山にある神社。旧社閣は、官平中社。現在は、神社本町の別表神社。通称、彦山門苑。彦山は、北岳、中岳、南岳の三方で構成され、中央の中岳の山頂から山腹にかけて、上津宮、中津宮、下津宮があり、その下に、宝平殿がある。 また、え彦山さん全域に、切末者が点在する。祭神は次の三柱。北岳、中岳、南岳を深刻化し、各峰に一柱を当てる。神仏集合時代、各人は、北大権元、俗大権元、女大権元と称され、合わせて、彦コさん三所権元と総称された。彦コさんルッキにおける祭神本事仏の記載は次の通り。彦は、古代より、 新大山として信仰されていたとみられる。当社の会期については次のような伝承がある。携帯天皇25年、北義の僧、吉正が、栄彦山山中で修行中に、北の漁師の藤原常夫に会い、摂政の罪を説いた。しかし、それでも常夫は漁を続け、一頭の白力をいた。その時、三馬の鷹が出現して白力に、 ヒノキの葉に浸した水を与えると、白力は生き返った。それを見たツネオは、この白力は、神の化身なのだと悟り、吉政の弟子となって、当時を混流したという。また別の伝承では、祭神推し骨命の降臨した地とされて三条日、祠が建てられたのが起源とも言う。いずれも伝承で、実際の歴史は、11世紀初頭に、 像を喜びによって中興されるまでについては十世紀の、太宰館内史等わずかに残るのみである。聖は天皇代の上岸七年に十四以上を、授けられた、縁起式神名朝の押し骨井の知神社に否定する、説もあるが論者は他にあって確かではない。しかし、早くから、神仏集合し、彦三音源良然寺の名を用いていた。十二世紀には、 後白川法王戦の両陣秘書では、畜死の霊剣所は大使王子、清水、武蔵清滝豊全国の菊の御堂、かまどの本山彦の山と読まれており、霊山としての彦山は、この時期には中央に知られていたことがわかる。社殿では、元から彦山だったのではなく、西山だったとしているである雨のノしシホミミノ村を祀ることから、公認十年、 双方連が山中で飛来した鷹の落とした羽に、彦を彦と改めよと記されているのを見て、佐賀天皇に上進しみことのりによって、西山を彦さんに改めたというが伝説であって古い記録も、皆彦さんと書いている。さらにあと、江戸時代に永彦さんと改めた。もともとは神社ではなく、修験道の寺院であり、12世紀より、 西国主元道の一大拠点として栄えた。現行三年、五伏見天皇第八王子の長女法神皇を座すに、迎えて、以降、女優法神皇の直系が座すを世襲制することとなった。現在の社家の高千穂家はその末裔である。当時総帽三千余、四十九靴を有すると言われたが、天正年間が気づきし、大友漁師の陛下が及んで、 法兵殿をはじめ社殿が消失、江戸時代初期1616 16年に小倉藩主、細川忠興が法兵殿を再建した。焼き討ちや治療廃止もあり、打撃を受け、江戸時代以降は衰微した。元六九年に天台修元の別格本山となった。教法十四年、霊元法王より、天下に抜きんでた霊山であるとして、A の字が授けられ、A 彦山と称するようになった。 明治の神仏分離により、主元道が廃止されたので、九州彦山山伏の本山であった両前寺を廃止、英彦山神社に改称。彦山雑であった、京宇は原属し、高千穂と称し、大宮寺となった。ここに初めて、彦山は神社となった。1883年に、宮寺の高千穂信丸が男爵を授けられ、家族に列した。 1898年に、官兵駐車に列した。1975年、現在の、英彦山神宮に改称した。英彦山神宮で年間に行われる祭人の一覧。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。